したようですね。キドの異常についてはあなたは先遣隊に接触、任務の確認を。おい、なんだ、見習いじゃないか。俺たちの任務は住民を通信が。新たな情報です。なんで視察団に。こ大至急保護を。ああ、もしお姫様を見かけたら確実に保護だぞ。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊隊長の指示に従ってください。別動の広報部隊は住民の避難を優先。止まれ、何の用だ。また軌道が勝手。エメライン様、ん、またお一人で。あなた大丈夫ですか。しっかり、今食料と水をお持ちします。時間です。エメライン様、労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代。定職にもつかず、結婚もせず、子供も持たず、消費もしない。自らの意志で社会との関わりを断ち、命を、人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ。そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと。お偉いさんも学者先生だから見て。ちょっと兄貴、牢屋にぶち込まれた。お姫さん、民衆のあんたとは。貴様、あなたの甥っ子の国は。けれど陛下は。で、お前はなんだ。まだ光のなら。エメライン様。その光。パーシ、走れ。この女に光が落ちる。エメライン様、こちらへ。トーラス。エメライン様。エメライン様が。なんで、どうして光に飲まれていくのだ。エメライン様。見たくなければ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様、エメライン様がどういうことだ。いいね、どうなっている。光に取り込まれたんだ、あの女。もう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。この力で。よし、今だ。行け。いる。ダーリア。すまない。いる。こいつはのんびりできないな。
これで終わりだ。ダーリア、この光は私の後ろに守り抜く。ランサ、私はどうしたら、どうしたらあなたを。2週間経過した今も議会は何も動かない。ここで再生を待つ若者たちを見捨てる気か。誰を生かすのか。神の選択をこの私にしろというのか。一人でも覚醒すれば状況は変わる。少しでいい、誰か動いてくれ。そうだ、思い描くんだ。君の姿、君の命。小手調べだ。つや、やるな。そうだよ。そこです。後悔させてやる。よくぞ目覚めた。失礼。第一の光。まず現状、人間の肉体で助かってもさまれに。失礼。光にさらされ、光に適合。現在光、つまり次に君の君も拡張して、光により今日何を意味するのか。レオカディオ隊、素晴らしい。すまんが、君は我が社の機動兵団は覚醒者の組織だ。選択肢はないぞ。それに再生、君は機動で働く。では最後に忠告。君が眠っている間、これからは生かす。だが君は、それだけで君は一つの奇跡だ。世界が危機、ちゃちゃっといきましょう。まず私から、皆さん適度にゆる、はい、次。
ユルゲンだ。ウィザード隊のだだこねるなって。ユーミナ、女性隊員めっちゃ熱烈歓迎。状況は過酷だが、力憎き光を払う。ローランは硬すぎるのよね。はい、ガンナー隊休みよ。どんな世界になろうとも。鳥はレオさん、お願い。ウォリア隊レオカディオだ。知っての通り、労働区以来光の汚染。このままでは我々の生活は。そこで我々、我が機動兵だ。全ての光をない途方もない時間、光との名が全てが終わったら。お疲れ様です。メタルテクニカ社機動兵団への入団希望の方です。まず配属先を決め、何か質問はありますか。機動兵団はメタ労働区に光が落下後、この世界に何が。では希望する部隊を選んでください。さて、オッケー、希望する部隊は決まりましたね。次に、これで手続きは完了。研修先に合流後、各担当。はじめまして、ガンナー隊のお世話が。あなたも休み。やだ、もうこの研修一通りす。それあなたがどうしてここにいる。うち、ウォーリア隊、ハンター隊、ミプリースト隊、ミナイト隊、ミウィザード隊、一言で言えば何にもないの。あなたがどうしてここにいる。じゃあ早速始めましょう。来るぞ。はっ。下がれ。これはどうだ。小手調べ。はっ。下がれ。当然の結果だ。お疲れ様。約束通り。もしもし。その声は研修上がったのね。お疲れ。そのことか、ガンナー隊隊長休みよ。ねえ、納得のいく答えがと。だから道に迷う。いずれ会うことになりそうね。生きてなさい。できるだけ楽しく、欲望に素直に。どうだった。へえ、気うちの隊には歴史と。失礼しました。無事に研修を終えたよ。メタルテクニカ社機動兵団にようこそ。では次に装備を揃えましょう。ご分を。はじめまして。私は帝国最高。君のことを全。では武器を得るにはジェムは通常。今回は私が。では実際にやってみようか。いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。受け取りたまえ。
いい結果が出たようだな。では次は実際に身につけるぞ。君に最適な装備を教えよう。うん、完璧だ。まあもう少しセイリーのところにも。それでは幸運を祈る。お疲れ様です。早速ですが、現在、あなたにも、詳しくは後ほど。起動し、テステス。聞こえますか？テステス。通信状態を確認中。通信、問題ありませんね。では早速、あなたへの任務。ちょっとちょっと、どいてー！どうしました？あちゃーん。マーシー、ま、ごめんセイディっていうか、あなたは大丈夫でした？ど、怪我がなくて何よりです。調査任務遂行。そこにいるパーってことは、私はパーマーシーマーシーさんは必須かし、ジョー、それに起動になれ。それでは話し合い、何か私について知りたい。光が落ちて、それでわけでもだから今そろそろ首に何か起動は今でもをこういうの数まとでもな。ともかくとりあえず今日のご飯。現地に到着しました。今回の任務は光のしもべとの戦闘が予想されます。気をつけてください。再確認しましょう。落ち着いて。よし、あれこのでっかいのってことはもう私はそなえろ。くらえ。へっちゃ。手こずったな。出番か。お手知らず。ちゃ。へっ。ちょっこざいな。これはどうだ。これならどうです。当然の結果だ。気をつけて。おっしゃ、やるか。やれやれです。来るぞ。小手調べ。どうだ。これはどうだ。よく勝てたものだ。出番か。小手調べ。はっ。下がれ。よし。助かりました。これはどうだ。これならどうです。ふっ。これならちょっこさいな。コテシラブ。これはどうだ。手こずったな。
おー新人、あとはそいつ、レオカディオ、あとは頼んだぞ。何帰ろうとしてる。よし、面倒だが。来るぞ。ふっ、下がれ。どうだ、これはどうだ。これなら勝って、レオン力が湧いてくれ。下がれ、決着を。チャッ、これはどうだ。よく勝てたものだ。よし、そっちの二人も。ほんとっすよ。ウッシー、ウッシーって腹が減っては二人も食ってけ。話って後輩、俺についてし、もちろんだ。俺はそういうところはきちん、了解っす。後輩、ああ、だがどうにも終わらん。1週間被害状況の確情報がなければ言う。だからってはて言うか。そうだな、ファウスト先生の繰り返し繰り返し、その度ご先祖さん、俺たちも同じよ。こんだけ人、そっか。でもこうやってどうにかで、そんな気になってくるから不思議だよな。あ、いずれにせよここからさ、だからな、うまいもの食って何でもいいから、たとえここが地獄、俺らが生きてくれれ。それじゃ今日は、無事に戻ったようです。ところで何か話があるそうです。